さあやろうか。よし、すべてを受け入れた。自分のプレミ、相手のデッキ、自分のデッキ。時間がかかってしまったが、すべてを受け入れた。そして俺のターン、ドロー。モンスターカード。さあどうする。エムージェンシーサイバーでもいいな。さあなんかしてみろ。うららかね。持ってるね。耳破壊された。よかった。よかったよかった。散々貴様ら俺をキツマンとかなんだかんだ言ってくれやがって。ようやく方法見つけた。ようやく俺がお前らにダメージを与える方法を見つけた。いつもお前らからいつもこっちに攻撃。今度はこっちから攻撃する番だ。よし。そして視聴者の鼓膜を破壊。今まで俺は人間としての尊厳を破壊され続けてきた。今度はこっちのターンだ。ざまみやがれ。ざまみやがれ。これが今まで受けてきた俺の怒り。すべての怒りだ。ちゃんとうるさい。当たり前だろ。うるさいって言われるためにやってんだから。当たり前のこと言わないでくれよ。あんまり当たり前のこと言わないでくれよ。さあ、これどうする？よし。これで何回言ったか。よし。俺が喋ってるのに喋ってないような。それはつまり、鼓膜を破壊された人間が何人かいたということ。それが俺の今日の収穫。ありがてえ。さーてと、どれ打とっかな、これ。いや、でもどれ打っても弱えな、これ。どうしよう。